ヨアヒムフェストヨアヒム・クレメンスフェストはドイツの歴史家、ジャーナリスト、評論家、編集者、作家。ナチスについての著作やコメンテーターとして最もよく知られている。ヒトラーやシュペイヤとドイツのレジスタンス運動について詳しい。1926年にベルリン郊外のカール・ホルスト保守的なカトリック教徒の教師の家庭に生まれる。ナチスに反感を持っていた父親は ヒトラーユンゲントへの協力拒否を貫いたために学校から追放された。そのために、ヨアヒム自身もヒトラーユンゲントに参加することはなかった。父はカトリック教会付属の寄宿制学校の教職を得てフライブルクに移った。ヨアヒムは18歳になると武装親衛隊への志願を強要されるのを恐れ、父親の反対を押し切ってドイツ国防軍に志願した。しかし、 フランスで捕虜になり、終戦を迎える。戦後、フライブルク大学で、法律、社会学、歴史や文学を学ぶ。卒業後、アメリカがベルリンに設置したアメリカ軍、占領地区放送局に勤務した。そこで、ドイツ近現代史のラジオレポートを担当したことが、歴史研究を始めるきっかけとなった。その仕事が高く評価され、北ドイツ放送に移籍し雑誌編集者を務めた。 その後来たドイツ放送を辞職してフリーの評論家としてナチス関連の書籍を出版した。2006年フランクフルト郊外のクロンベルクにある自宅で死去した。ありがとうございます。